今日は晴れていますが風がとても強いです。ここはあの古い町並みの跡ですね。この島は1956年に火山の大噴火が起きて、フィラの町のもイアの町もほとんど壊滅的な打撃を受けたそうです。56年といえばちょうど僕の生まれた年です。ですからこの白くて綺麗な町並みはそれ以降に作られた町なんですね。昔はこのように火山岩を利用してゴツゴツした黒っぽい石を住居にしてたんですね。ここも昔の住居跡だと思います。何軒か並んでたんですね。こうしてみると窓も小さくて中は結構薄暗かったんだと思います。エーゲ海というと白くて綺麗な太陽がさんさんと降り注ぐというイメージしかありませんでしたけど、こうしてみると過酷な自然と戦ってきた長い長い人々の苦難の歴史があったんだなってことが忍ばれて、ちょっと切ないような悲しいような気持ちにもなります。